じゃあ最初の講演者は、菊池さんになります。じゃあ菊池さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ご紹介に預かりました、スクリプス研究所の学生をしております、菊池千佳と申します。今回が講師としてお招きいただきまして、何もか海外若手科学者海外を語るというテーマでも、どんな話ができるかなと思ったのですが、アウトラインとしては、自己紹介をして、そこから留学に至ったまでの流れをお話ししてから、うまいこと大学院に入れたので、今回現在のプロジェクトについてお話しして、最後にサクッとまとめられればと思います。話し忘れたのですが、この写真は昨日海辺に行った時に撮った写真で、奥の方に見えるのがラホーヤの、学校の近くのすごい高級住宅地になります。これは学校の入り口にある、学校研究所の入り口の写真です。これも昨日撮りました。初めましてということで、今先ほども言いました通り、スクリプス研究所のグラジュエートプログラムの3年生の終わりになっています。で、スクリプス研究所のグラジュエートプログラムは、化学とかバイオロジーの枠なくまとめて 学生を取るんですが、その中でも一応トラックが決まっていて、私はケミカルバイオロジートラックということになっています。それで今、カリフォルニアのサンディエゴというところに住んでいます。このメキシコとのギリギリの境の、もう南カリフォルニアも南カリフォルニアという感じのところに住んでいます。で、メキシコまでは結構すぐ行けるんですが、前回友達とメキシコ旅行に行った時に、タコスを食べて、赤痢にかかってとんでもないことにかかったので、もしもサンディエゴに留学される方がいれば、メキシコに行く時はくれぐれも気をつけていただきたいと思います。さて、このスクリプス研究所ですが、航空写真を Google から見つけて、ここに貼ったんですが、この部分がキャンパスで、あと道を挟んだ反対側と少し離れたところにまだビルディングが2個か3個あるんですが、私が働いている建物はこの生物系の建物で、ケミカルバイオロジー系の研究室が入っている建物になっています。で、こっちがイミノロジーの免疫学系の研究室が集まっている建物で、こちらが化学系の建物です。で、インターネットでスクリプス研究所留学とかってググると、山口先生の、カウチで寝て、毎日泊まり込みで実験したみたいな、素晴らしい文章が出てくると思うんですが、それはそういうことが起こるのはこの化学系の建物で、生物系の建物では、夜9時、8時9時まで、実験してると、建物の中に自分とお掃除の人たちしかいないような感じになります。で、私自身の話なんですが、ここまで、今、博士課程の3年生なんですが、日本で修士まで取ってから来たので、アメリカだと5年、5、6年の博士課、PhD コースなので、同級生よりも2歳ぐらい年上となっています。で、今回の発表者の中では一番最近留学したと思うので、ざっくりとどんな風な流れによって今に至ったのかをお話ししようかと思います。学部と修士は東大に行ってたんですが、学部の研究室配属では、タンパク質工学の研究室に行って、抗体とタンパク質の相互作用みたいなものを見てました。で、平和な理由によって、修士の研究室は別のところに行くことにしまして、修士1年で動作工学のラボに入りました。で、裏話をしますと、学部の研究室配属の前に、ユーロップっていう夏休みに研究室に通ってちょっと実験するみたいなプログラムに参加しておりまして、その時にお世話になったラボに修士で入りました。ただ、この修士で入ったところのラボの先生のご体感が近かったので、先生からも、博士課程に進学するのなら、別のラボに行くことを検討した方がいいよと言われて、修士1年の夏から秋ぐらいにかけて、博士課程で別のラボに行くなら、どこを受験したいかなっていうことを考え始めまして、まず国内のラボ
を見ていて、で、国内のラボを見終わっ、なんかこう、調べ終わった後に、まあ、国外のラボだったらどんな感じなのかしらと思って、国外のラボを見始めました。で、その中で、研究のために読んでた論文の出元であった、今所属しているポールソン犬の、なんか他の論文とかもこう、芋づる式に読んだことによって、まあ、海外の研究室、ポールソン犬行ってみたいな、と思い始めました。で、春休みに運よく海外の研究室訪問プログラムというのに採用していただきまして、ボストンから2時間ぐらい車で行ったマーストっていうところにある大学と、あとサンディエゴの大学何箇所かを見学させていただくことができました。で、これ3月だったんですけど、ボストンがものすごく寒くて、腰痛がひどくて、もうボストンには行かないとその時に心に決めました。で、その後時は流れて、修士2年の初夏に、これも運よく海外学会で発表させていただく機会を得まして、で、何人かの PI に話しかけて顔を売ろうとして頑張りました。で、その後夏から秋にかけて、出願の、海外留学の出願の準備と、あと日本の博士課程の出願もしました。で、まあ、夏から始め、修士2年の夏から始めると本当に忙しいので、海外大学院で学位留学したいのならば、もうちょっと早くから計画的に準備を進めることをお勧めしますが、まあ、夏からでもなんとかなります。で、GRE っていうなんかセンター試験みたいなものを2回、あと GRE サブジェクトっていうのを2回受けて、あとなんか TOEFL は驚くほど伸びなかったので、なんか、まあ、修士前ぐらいから思ってたのと合わせたら2、3回受けました。あと CB を書いたり、ステートメントオブパーパスっていう、どうして私が大学院に行きたいのかみたいな作文を書きまして、書きました。あとなんか、アメリカの大学院留学だと推薦状が必要なので、私の場合は運よく研究室を変えたことにより、PI が2人いたので、学部の時の教授の先生と、あと修士の指導教官の先生と、にお願いして、もう一通は、外部の先生にお願いしました。その外部の先生は、共同研究をしていた先生の、なんか、スーパーバイザーみたいな先生にお願いしました。で、あと、奨学金もこのぐらいの時期に応募することになります。で、スクリプスは12月の1日に出願締め切りだった気がします。で、出願をして、で、1月の2日にオファーをいただきました。今でも覚えてるんですけど、初売りに行って、初売りの先でメールを受け取りました。で、大体アメリカの大学院だと、ビジティングウィーケンドといって、国内の学生だと、これは面接をするため、なんかオンサイトで面接をするためのウィーケンドなんですが、私の場合はなぜかここ、運よくオファーを先にいただけてたので、もうただただ、会いたい先生に会って、こう気楽にお話をする。そして、サンディエゴ、こう大学院としてはサンディエゴにあるスクリプスに入ってほしいっていう気持ちで、こう、おもてなしをするので、その楽しい3日間を過ごした後、オファーをアクセプトすることで、進学の意を伝えて、この時点でようやく、なんか本当に海外に行くんだな、という腹をくくることとなりました。で、その後、まあ普通に卒業して、6月に渡米しました。スクリプスでは、授業が、なんか全員が来なきゃいけないのは8月1日なんですが、もしも早く来たかったら夏休み2ヶ月ぐらい早く来て、研究室に行ってもいいよっていう制度がありまして、それを使って早めに渡米して、生活のセットアップとか、まあ、英語も不安だったので、できるだけこうアメリカに早くいようという感じにしました。で、まあ、こんな感じでざっくりした流れなんですが、よくある質問として、なんか留学する前に PI に会うべきかみたいな話があると思います。では、私は、なんか留学する前に PI に会うのはまあ必須でないと思っています。
というのも、アメリカではラボローテーションが必須だったり、すごく奨励されている場合も多いので、もう大学としても、この先生のラボに行くぞっていう感じで受けるのではなく、こう何箇所か見た中でフィットするところを見つけた方がいいというような、なんかこう雰囲気があります。まあ、ただ、スクイップスでも科学の人たちはもうほとんどローテーションしないで、早く来て席を埋めてそこに残るという感じのことも多いです。まあ、あと必須でないと思う理由として、推薦状がそのためにあって、その生徒の熱意とかを指導教官の先生がこう手紙として送ってくれると思います。まあ、でもこの留学する前に PI に会うべきか会わないべきか論争みたいな、なんかこう留学してる人の中でも違うと思うので、もしも気になるようでしたら、後々パネルディスカッションの時にご質問をいただければと思います。で、こんな風に必須ではないと思いますって言ったんですが、私の場合はチャンスがあるごとに熱意を見せたことにより熱意合格したと思ってます。で、今回またこの学部から留学の流れなんですが、熱意を見せたバージョンのお話をしたいと思います。まずこの国内ラボから国外に視野を入れ始めて、その後この海外研究室訪問プログラムに参加したときに、自分でアポを取らなきゃいけなかったんですが、どうしてもポールソン日系に行きたかったので、まず、ポールソン先生宛てに、フィジカルな紙の手紙を出しました。というのも、なんか何人かの先生に E メールしても、なんか読まれない、なんか返信も来ず読まれないっていう経験があったので、もう紙の手紙を出せば、絶対秘書さんが受け取って、何らかのリスポンスが受けられるだろうという気持ちのもとに、A4 の紙を印刷して、FedEx の封筒に入れて、先生に送りました。で、無事先生からのリスポンスを得て、この訪問プログラムで先生と2時間ぐらいお話しさせていただいて、研究室見学もして、すごく良かったんですよ。サンディエゴはすごい綺麗なとこですし。で、その後、ただまあ、ちょっと忘れられてるかなと思ったんですが、海外学会に参加したときに、これの等差関係の学会だったので、ポールソン先生もいらっしゃったので、自分がポスターを出すということをメールした上で、会期中にもう先生をずっとストーキングしました。もうなんかこう、思い出してもらおうと思って話しかけたりとかしていました。で、先生も、すごくいい人なので、ポールソン先生。何人か連れてきてたラボのなんかポスドクとかスタッフサイエンティストの人を私のポスターに送っては簡単な質問をしてもらったりとかして、こうちゃんとこう着々とポーソン先生の頭の中に私のことを覚えさせようという感じでやりました。で、その後推薦状をお願いする段階でも、ポールソン先生にももう2回もあったので、推薦状を書いていただけないでしょうかという E メールをして、まんまとポロソン先生からの推薦状をいただくことに成功しました。で、まあ、こんな風に、かなりの、あとここで、奨学金の応募をしたんですが、奨学金全放置したので、奨学金全放置しても、負けずに出願を続けていただきたいと思います。で、まあ、こう、いろいろ、熱意を見せまくって、合格したんですが、合格して、渡米して、一番最初の、初めましてのラボミーティングで、ポールソン先生から、彼女は今静かにしてるけど、本当はなんかエキセントリックな人間なんだっていう、なんか紹介をラボ中の人にされて、すごく変な雰囲気になったのを今でも覚えています。まあ、とはいえ、合格してしまえばこっちのものなので、今はポールソンラボで、グライコバイオロジー、等差生物学という分野の研究をしています。ケムステの読者の方だと、なんかグライコバイオロジーあんまり馴染みのない分野かなと思うので、まずバックグラウンドからお話しします。グライコバイオロジーとは、ストラクチャー、バイオシンセシス、バイオロジー&エボリューションオブサッカライズ。グライカン、等差の構造、整合性、バイオロジー、生物学的な意味とか、進化、と、さらに、それと、等差と相互作用するような、相互作用というか、等差を認識するようなタンパク質の研究、タンパク質の研究をする分野
というふうにざっくりとまとめることができます。で、なぜグライコバイオロジーがなんか重要な、こう、重要なのかっていうのをグライコバイオロジー好きの私からお話しさせていただきます。で、皆さん、なんか生物の授業で何度もこういう感じの図を見たことがあると思うんですが、細胞の図。こう、中はこう、わしゃわしゃっとしていて、こう、核があったりとか、なんかこう、ゴルジュ体があったりとか、ミトコンドリアがあったりとか、ゴルジュ体があったりとか、こう、中の細胞小器官は結構書き込まれているんですが、なんか外はこう、つるっとしてる感じの絵の印象があるかなと思います。とか、まあ、この膜の部分をよく見た場合、この脂質二重層の話で、まあ、脂質の二重層があって、膜タンパク質が埋まってたりとか、まあ、ちょっとここでグライカンも見えてるんですけど、あと、糖脂質があるみたいな説明をよくされると思うんですが、グライコバイオロジーの学会とかに行くと必ず見るこの画像。これ細胞の表面を撮った電源写真かな？なんですが、この黒い分厚い膜、こっち側が細胞質で、こっち側が細胞の外側ですね。この黒い膜、これがグライコカリックスって言って、糖衣と日本語で多分訳されると思うんですが、細胞の表面って実はすっごい分厚い、糖の膜、糖の層で覆われてるんですね。でこんな風につるっとしてるわけではない。で、こんな風にこう外側がこう埋まってますので、細胞の表、細胞を認識するもの、なんか細胞とインタラクションするものが一番最初に見るのは、なんか膜タンパク質とかじゃなくて、この糖の層なんですよ。ということで、皆さんにもこのグライコバイオロジーの大切さが今、伝わり始めてるかと思うんですが、こう、細胞との反応のですね、最初の点となるので、まあ、細胞の認識に関わったりとか、あと免疫反応、なんか自己と非自己の見分けってよく言うんですが、外から入ってきた異物を異物として認識するのに糖が深く関わってたりとかします。あとまた細胞の一番外側を埋まっているので、なんか細菌やウイルスなどの外側から襲ってくる敵が足がかりとして使うこともあります。で、そんな中の一つがインフルエンザウイルスで、で、私は今インフルエンザウイルスの研究、インフルエンザウイルスのタンパク質と細胞の糖の、細胞にある糖のレセプター、のそうなんか研究をしています。で、インフルエンで私はインフルエンザの研究をしているんですが、インフルエンザ の, よく見る画像がこちらで、まあ、拡大して可愛らしく描くと、もう外側に2種類のタンパク質が見えてるんですね。で、1個目の青いタンパク質がヘマグルチネン HA と呼ぶんですが、これはバインディングに関わるタンパク質で、糖鎖の、細胞の外側の糖鎖の非還元末端にあるシアル酸に結合して、ウイルスの粒子を細胞の外側にこうくっつけるような働きをしたり、その後こう細胞内にこう侵入していくときのメンブレンフュージョンの、行うタンパク質となっています。で、もう一つのタンパク質、ノイラミニダーゼが NA っていうのは、レセプター破壊交差っていう異名があるんですが、糖鎖末端のシアル酸を切り離して、ヘマグルチニンとなんか反対の働きをするような感じになっています。で、なぜこれが必要なのかというと、インフルエンザが HA によって細胞にくっついて入ってきて、新しくできたインフルエンザウイルスは、そのままだと、こういうふうに細胞の表面にくっついちゃうので、ノラミニダーゼがこうレセプターを破壊することで、この赤ちゃんのインフルエンザたちが、こう、次の感染を引き起こして、こう、ぐる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 と感染を拡大していくことができるわけです。すごい時間がもうないですね。で、まあ、糖鎖合成つらいんですよ。で、こういう研究をしたいときに、例えば、ここ、どんな強さでこうくっついてるかなっていうのを考えるときに、糖鎖を合成しなきゃいけないんですが、まあ、糖鎖の合成はつらいので、ポールソン研では、ケモエンザイマティックシンセシスを使って、こういうのような、糖鎖を合成しています。で、糖鎖を合成して使うと、こんなことがわかるっていう一例として、
ここに挙げてるんですが、ポーション圏ではグライカンマイクロアレイって言って、いろんな合成した糖鎖をこうガラスのスライド状に打って、タンパク質をかけて、くっつくタンパク質だけ光るみたいな、のセッティングがあるんですが、それを使うと、古いインフルエンザのヘマグルチニンは、こう、グローバルな感じにくっつくのに比べて、新しいインフルエンザは、こう、ピッキーに、こう、くっつく糖鎖とくっつかない糖鎖のこう差がすごくはっきり見える。で、これがなんかインフルエンザの進化があるんだっていうようなことを見ることができます。で、私のプロジェクトとしては、まあこういう過去にポーション圏が積み上げてきた結果を拡大して、人の気管上皮に存在する糖鎖の解析をしたりとか、その解析の結果得られた構造を合成して、インフルエンザとの相互作用の解析をしようというふうなことをしてるんですが、まだまだ未完で、いつ卒業できるか、目処が立っておりません。で、終わりになんですが、友達と話してて、You wanted to join the lab and the faculty in overseas didn't stop you って言われたんですが、海外にある、ラボに入りたくって、まあ、ラボが海外にあったけど、それで諦めるんじゃなくて、まあ、海外に来てまで入ったんだっていうのが、もうまさに私の今の状態であって、正直、海外で研究するのと日本で研究するの大して変わらないと思うんですが、まあ、海外に来てまでやりたい研究とか、ジョインしたいラボを目指して、今こっちに来ているので、まあ、留学してて楽しいなと思っております。すいません、ちょっと時間が伸びてしまいました。が、こんな感じで発表を終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。いや、僕も留学先をですね、応募するときに紙の手紙を出すっていうことを実はやったことがあってですね、やっぱ読んでくれないんですよね、メールだとみんな。なんで、やっぱ行きたいラボはそこまでしないとダメなんだなっていうことで、非常に懐かしく聞かせていただきました。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、次の講演に移らさせていただきます。